はい、どうも旅行コンサルタイガです。本日は10年以上千葉県の観光産業に携わっている私タイガが千葉県の房総エリアのおすすめ観光スポット12選を紹介します。各観光スポットは概要欄に詳細が載ったページ URL を載せておきますので、興味を持った観光地があったら詳細ページをぜひご確認ください。房総エリアとは人によってやや認識が異なるんですけど、今回はこちらの画像に出ている千葉県の地域を房総エリアと呼びます。そして紹介する12箇所はこの地図の数字が載っているところです。オレンジ色の1から4がテーマパーク系、緑色の1から4が自然の観光スポット、さらに自然からの派生ですが、千葉といえば海水浴場もシーズンによっては見どころなので、青色の1から4は海水浴場を指します。それではまずテーマパーク系から紹介しますね。テーマパークはオレンジのマークの4つ、三井アウトレットパーク木更津、東京ドイツ村、マザー牧場、鴨川シーワールドの順番で紹介します。テーマパークは知っている方も多いと思いますが、王道ということで紹介しておきますね。一つ目の三井アウトレットパーク木更津は店舗数が日本最大級のアウトレットです。店舗数は増えたり減ったりしますが約300、都内は直通バスも複数出ているのでアクセスも良く、期間限定の出店スペースにはアウトレットになかなか出ないようなブランドも出店するので、期間限定ショップも行く前にチェックするとより楽しめると思います。アウトレットの時点で安いですけど、アウトレットで開催されるセールやバーゲンはさらに心躍りますよね。2つ目の東京ドイツ村といえば300万個以上の電球を使ったイルミネーションが有名です。イルミネーション以外にも季節によって異なる花を見たり、動物と触れ合ったり、アスレチックや芝の上でそり体験、面白自転車にミニコースター、トランポリン、射的、アーチェリー、バイキング、その他もろもろ楽しめますが、一番人気は72ホールあるパターゴルフのようです。体を動かせるアトラクションがたくさん揃ってますね。3つ目のマザー牧場は一面に広がる花が有名です。かなりの規模感で育てるので、タイミングが合えば写真映え間違いなし。時期になると千葉県の房総エリアのパンフレットには今写しているような菜の花の写真が使われますが、その撮影はほぼマザー牧場さんで行われてます。その他動物の触れ合いはもちろんショーなどもあります。あとソフトクリームが美味しいですね。牧場で食べるジンギスカンは雰囲気がいいです。他にもバンジーやファームジップ、子供向けアトラクションもございます。お土産のソーセージとかも人気です。4つ目の鴨川シーワールドはとにかくショーがすごい水族館です。特にシャチのショーは必見。前列にいるととんでもない量の水をかぶるので、宿泊を伴う旅行の場合は宿泊施設のチェックイン前に行くことをおすすめします。シャチはダイナミックですが、イルカのショーはスピード感がいいですね。アシカのショーは可愛らしい感じ、動きだけじゃなく笑顔もできます。他にも大きな水槽など、一般的な水族館の設備はもちろん、ゲームとかも面白いです。設備やショーがすごいので入園料も少し値が張りますが、隣のシーワールドホテルに泊まると入園料がタダになるので、宿泊も考えている方はご検討してみてはいかがでしょう。次は自然系です。個人的には房総エリアの場合このカテゴリーを一番おすすめしたいと思ってます。自然系は緑色のマーク4つ、紹介はノコギリ山、大山千枚田、濃溝の滝、ウバラ理想郷の順番でしていきます。一つ目のノコギリ山はジブリの世界観が楽しめます。観光雑誌でよく見るのはこの地獄覗き、せり出した崖から地上を覗くという観光スポットです。そしてノコギリ山の人気に拍車をかけたのが石切り場跡のジブリのような世界観、ラピュタの壁と言われる場所もあり、自然の中不自然に切り出された壁と風化した過去の石切り場がラピュタを連想させるようです。またノコギリ山の南側斜面約10万坪は日本寺という由緒正しいお寺があります。山なのでもちろん景観も良く、富士山が見えるスポットは国土交通省認定の
関東の富士見百景にも選ばれております。のこぎり山はロープウェイで行くと360度の絶景が楽しめますが、他にも車や徒歩でも行けます。標高は329メートルなので初心者の登山にもおすすめです。2つ目の大山千枚田は、知る人ぞ知る日本の棚田100選にも選ばれたサクッと楽しめる絶景スポット。棚田とは傾斜地に作られた田んぼのことです。車で現地に行くとすぐに現れる絶景。景色は季節によっても変わりますし、天候や時間によっても変わります。様々な顔を持つ大山千枚田ですが、秋から冬にかけては地元の方々が手作業で照明をセットしライトアップされます。ライトアップの詳しい期間については概要欄に載せた詳細ページをご覧ください。3つ目の濃溝の滝についてもサクッと楽しめます。青々とした森や澄んだ川など美しい自然の景観が楽しめるだけではなく、ハイキングができるように道もしっかりと舗装されていて、距離もそこまで長くないので短時間で楽しめるのが嬉しいところですね。そしてこの濃溝の滝を有名にしたのが、すぐ近くにある亀岩の洞窟。このまま見てももちろんとても綺麗なのですが、ある一定の条件を満たすとこのように洞窟から差す光が水面に反射してハート型になるんです。その条件とは、3月と9月の春分秋分あたりの午前6時半から7時半頃で太陽が出ている日ということです。他にも5月から8月はホタルが見えたり、11月から12月は紅葉が見えたり、季節によって楽しみ方がいろいろあります。4つ目は私の一押しスポット、鵜原理想郷です。鵜原理想郷は太平洋の荒波に浸食されたリアス式海岸です。深い入江を覆うように木々や海岸性の植物が海に突き出た岬の先端まで茂り合っています。その複雑な自然造形に惹かれ、古くから多くの文人墨客などが訪れ、数々の作品を残したほど美しく優れた自然景観を持っています。またこの辺一帯の水質は非常に良く、入江などから見る透き通った海水も趣があります。ここのハイキングコースは知る人ぞ知る名スポットなので、自然に興味がある方はぜひ行ってみてほしいところです。最後のカテゴリーは海水浴場です。千葉といえばいろいろあるんですけど、房総エリアはやっぱり海なんですよね。海水浴場は青色のマーク4つ。紹介は沖ノ島海水浴場、鵜原海水浴場、守谷海水浴場、沖津海水浴場の順番でしていきます。ということで、まず1つ目、千葉の海水浴場といえばこちらの沖ノ島海水浴場なんですよ。沖ノ島の周囲は1キロ弱、陸から島までは200メートルほどの砂浜があり、そこが海水浴場となります。周辺の海域にはサンゴが生息するくらい綺麗な水質です。サンゴは浅瀬にもいるので、素潜りやシュノーケリングで簡単に観察することができるでしょう。島には洞窟や神社、休憩所もあり、散策も楽しめます。島の裏手に行くと潮の流れが強くなる場所があり、遊泳は禁止となっておりますが、遊泳可能エリアは潮の流れも非常に緩やかなので、安心して楽しむことができます。海水浴場の残り3つ、鵜原海水浴場、守谷海水浴場、沖津海水浴場はまとめて紹介します。この3つの海水浴場は隣接しており、とにかく水質がいいです。おのおのの売りを伝えると、鵜原海水浴場は白い鳥居が立ち、パワースポットと言われております。また守谷海水浴場は守谷洞窟っていう自然にできた洞窟があるんです。ちなみにこの2つの海水浴場は日本の渚100選に選ばれております。そして沖津海水浴場は水質以外主だったシンボルがないために、比較的利用者が少なく落ち着いており、地元民がおすすめする穴場の海水浴場となっております。この3つの海水浴場の説明が短いのには理由があります。勝浦市観光協会の YouTube にドローンを使ったプロモーションビデオがあるんですけど、その出来が非常にいいので、今紹介した3つの海水浴場が気になる方はぜひ概要欄からそのプロモーションビデオを見てください。水質の良さと手つかずの自然などを感じてほしいですね。ということで、本日は千葉県房総エリアのおすすめ観光スポット12選を紹介しました。
近いうちに房総エリアのおすすめ宿泊施設も紹介するので、興味がある方はぜひ見ていただければ幸いです。作成ができたら概要欄に載せておきますね。では本日はここまでです。この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またコメントには千葉に限らず皆さんのおすすめスポットやもっとマイナーな情報が欲しいとか意見をもらえると今後の動画制作にも役立てられるので助かります。では次回の動画でまた会いましょう。失礼します。